あやぱんってもう本当にフジテレビ女性アナウンサーの黄金時代の頂点みたいな最高傑作みたいな人じゃないですか。目覚ましテレビとかフジテレビの象徴みたいな人で、明石家さんまさんだろうがスマップさんだろうがもう誰だろうがもうどの隣にいても完璧な仕事するっていう、そういうね情報はあったんですよ。頭で分かってて、同じ現場に高島彩さんといたっていうことで、もうその凄さをもう肌で感じて震えましたね。隣でユースケサンタマリアさんがね、ふわーっとしたボールをふわーっと投げるんですけど、それを絶妙にね回収していくんですよ。アシスタント MC としても超絶優秀なんですけど、クイズをね僕が外したりするじゃないですか。偉そうにインテリぶって、いやこれはね違うんですよ、こっちこうですって言って答え出して、でそれで間違ったりするっていう恥ずかしいパターンっていうのがあるんですよ。インテリぶってんのに間違えちゃうっていうパターンの時とかに、高島さんが絶妙にそれいじってくるんですよ。そのいじり方がなんかねえぐくもなければ下品でもなくて、すごく高島彩さんのキャラクターとフジテレビのあの女性アナウンサーっていうブランドを踏み外してないんだけど、すごいいいパンチ打つんですよ。うーわこれもうここにいるだけでも面白くなるじゃんっていう、そういうパスが転がってくるんですよ。いじられても受けれるし、こぼれ球も打てるし、いじることもできるっていう女性アナウンサーをもう初めて見て、そのあまりにも完璧なプレーぶりに震えた。原稿読むのがうまいとか、いじられても花があるとか、返しがうまいとかっていうのはもうそういうレベルじゃないですよ。それはもちろんできた上で、さらに攻撃に回っても強いっていう、震えましたね。戦闘力が高すぎて。それと同じような感動を得たのは安住紳一郎さん。最初にお会いした時に、ただものじゃないって、とんでもない人だと思いました。 TBS で僕らがなんかすごいこうイケイケの時に、武勇伝バブルの時にすれ違うんですよ。あ、今絶好調でお忙しいですよねみたいな。でもその後で僕らの番組のスタッフが、いや自分の方が10倍絶好調で忙しいくせにってスタッフがポロって言ったのが忘れられないんですよ。つまり僕らみたいなペーペーの若手でただ一発当ててるっていうだけの人間に対して下に入ってくるんですよ。下に入ってきたのがそのスタッフからすると、いやさすが安住紳一郎、抜け目がないっていう感じなんですで、その安住さんに初めてお会いしたぴったんこカンカンのロケかな。その時にテレビをね家で何台も置いてて、全部つけっぱなしにしてて何曲も見てるっていう。それってなんでですかって聞いたら、でそうすることで各局の思惑とか局のカラーとか踏んまたぎとかで、どういう戦略で番組やってるのかとか、どんな番組が流行ってるかとか、共演者にどんな人が使われてるのかとか、いろいろ気づくことがあるんですよ。だから全局つけてますんで、とんでもない人と思って、こんな成功してる人がこんな努力してるんだと思って、2年目ぐらいに僕それを安住さんに芸歴2年目で聞いて、ですぐに電気屋行って全部買いました。でずっとつけてました。それ結婚して子供が生まれるまで僕やってました。安住さんがやるんだから俺がやらないと絶対ダメだっつって、で安住さんにそのお会いしてその話聞いた時に、いやでもねっつって、6台も7台もテレビ置くでしょ、そしたら電波って弱くなるんですよ、知ってますか。電波をねこう線つなぐとテレビ線の分電盤っていうのがあるんですけど、その電気で弱くなって画像が荒くなるから、それをブーストする機能をつけたりしなきゃいけないんですよ。そういうのもね電気屋行ったらね分かりますからって教え、全部教えてもらって、分かりましたって、僕も安住さん真似しますからって言って、安住さんの真似してテレビ全部置いてやりましたね。で次に安住さんに会えたのが金スマ。金スマやってますよね確か。もう一回会ったのがチャラ男ブームで、もう一回ブームになってようやく会える。安住さん一回俺らブームの時にテレビ何台も置いてるって話聞いて、それ以来俺ずっとテレビ何台も置いて見てたんですよって、そうだったんですね。でもようやくまた仕事が調子よくなって安住さんに会えてすごく嬉しいです、僕は安住さんのこと尊敬してますって言って、そうなんですねって言って、でも僕もうテレビ何台も置くのやめちゃったんですよって言って、その頃にもうやめてたんですよね。なんつってやめちゃったんですかって言って、そうなんですよって言って、でも続けてたんですね中田さんはって言って、僕続けてましたよとかいう会話をしたのを覚えてます。安住さんを知りたくてラジオを聞いた時にすごい面白いなと思いましたね。ラジオが面白いんですよ。実は安住さんはテレビで完璧なプレーをできるんですけど、目の奥がですねずっと笑ってないんですね。多分なんですけど安住さんってテレビで多分力の 20% も出してないんだなと思ったんですよ。テレビで求められることをやってるんですよ。でそれがパーフェクトプレーなんでずっと重宝されてるんですけど、安住紳一郎っていう男の心の中にはマグマのように自分の表現したい欲求があるんですよ。だけどそれを全て抑えてテレビでパーフェクトプレーをしてるんですね。ところがラジオを聞くと安住さん その深い深い興味とか衝動みたいなのが表現されてて、切手にまつわる造形の深さとかパンダにまつわる研究の報告とかがめちゃくちゃ面白くて、ものすごいオタクなんですよ。でものすごい喋りたいことがあって、ものすごい実は暴君なんですよね、その自分の表現というフィールドに関しては。
でもそれを全て抑えて誰かの横に立ってパーフェクトプレーを続けてるっていうのがなんという人だと思いました。もうあんな面白いのにそれをチラッとちらつかせるだけであとはものすごくずっとパーフェクトプレーを続けてるんですね。未だにフリーにならないんでしょ。あのね深い深いねあの瞳の奥の深海をね僕はね見てねなんて面白い人なんだろうって思いました。